楽しいな。今日は足つぼマッサージをしています。うだつの上がる街にまた来てるんですけど、なんで来てるかというと、前回の動画でここの街のコーヒー屋さんに行ったんですけど、そこのお店の方と仲良くなって、でまたこの街に来たんですけど、でなんと今日そのご主人が誕生日ということで、ちょっと急遽この街にまた来て歌ってほしいということで、誕生日サプライズドッキリみたいな、サプライズとドッキリだいぶ意味かぶっちゃってますけど、まあそんな感じで驚かせてやろうと思います。バレました？バレてはない、バレてはない。そしたらこれからお店の中に行っていきなり歌って驚かしてやろうと思います。おるし、なんかいいやつおるし。おっ、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 おお味はどうですか？顔で分かれ。パセリさん。終わり。お祝いムードに浸っているとまさかの展開が。でサプライズなんですけど、え、はい、すごい名前書いてある、はい、足つぼマッサージ10時半から予約してありますので、はい、ありがとう。今から足つぼマッサージを受けていいと、はい、本当に。お願いします、はい、ありがとうございます。すずちゃん最強です。最強です。最強ってどんな意味？見つかった情報はこちらです。初めてなんですよ、足つぼマッサージ。よくテレビとかやってる人いますけどね、あんなリアクションだと思ってますけど、ね、嘘ですよね。殺そうと思ってます。マックスだとどうなるんですか？僕が死にます。アナーク、アナーク、アナーク。足つぼじゃなくてこれ骨だ。痛かったら手挙げてください。絶対痛くないです。なんか貼り付けてます、あのヤンキーが喧嘩するときに、あの指のこれ。救急車呼んで、救急車呼んで。今日は足つぼマッサージをしています。サウナとか水風呂とかそういう刺激系が無理なんですよ。あ、そうなの？なのにここに来てる。でもすごい気持ちいいのはマジで。さっき左足やってもらったんですけど、やって終わった後すごい足軽くなったというか、まあまだ足置いてるから軽くなったかは分かんないですけど。待って待って、うまいな。救急車呼んで、救急車、救急車呼んで。でも全体的に痛いんですけど、痛気持ちいいっていうのはすごいあるんですよ。痛い部分でどこが悪いとかも分かるんですか？さっきの一番最初の僕が足の裏破けるって言ったところ、あれ何だったんですかね。腎臓、あー、お大事に。痛くないですか？すごい気持ちいいです。ありがとうございます。もう足が軽くなってきました。おー、すごいすごいすごい、絶対こうなった、こうなった。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、でも本当になんか違いますね。違う、そういうの分かるんですよ。例えばあのコーヒー飲んだらすごいカフェイン効いて元気になったりとか、結構そういうなんだ感受性というかそういうのがあるんですよ。頭痛薬すぐ効くしみたいな。今日は偶然にも今年初の蔵開きがあるので連れてっていただきました。三坂酒造って江戸市有名な。蔵開きをざっくり説明すると、酒造の見学や試飲ができるイベントのことです。今年、初めての蔵開き。あ、そうなんですか。車じゃなかったらな、お酒飲めたのに。これは何の服を着てらっしゃるんですか？かっこいい。何を加えてるんですか？しゃぶしゃぶ。しゃぶしゃぶ。どういうこと？
これはいただいてもいいですか。これは何ですか。板ガス。お酒のガスを絞って作られたものですか。うわ、めっちゃ好きな味これ。醤油を焦がしてる感じなんですね。お酒が美味しいからガスも美味しいです。あ、だからか。そう、最初は焦がし醤油の味がうわっと広がった後にお酒の香りが広がって最高。止まんなくなっちゃいますね。全部食べていいですか。そうそうそう、お酒の匂い充満してますもんね。これは飲みたくなる。なんで車なんだ。もう捕まってもいいから飲んでもいいですかね。人生悔いなし。そうだ、日本一周してたんだ。くそー、檻の中一周。トイレ、ここには部屋探しもあった。あれ、ここの方ではないってことですか。違う違う、あ、お客さんか。大丈夫ですか、撮影して。カメラは、はい、日本一周してて、いろいろ YouTube とかに回す。楽しいな、楽しいな。これどういう格好なんですか。旅人の格好ですか。これ普段着。これね、徘徊を行方不明になってもね見つけてくれるんですね。連絡が入る。もう心配ですよ。え、それは何に加えてるんですか。これね、実は機能的なんですよ。機能的、うん。さて、分かった人は手を挙げてください。周りから見たあなたは漏れなく異常者だよ。これね、はい、喉が乾かない。え、どういうこと。え、唾が出てくるんですよ。はいはいはい。唾液、唾液をまた木に吸わしてそれを吸ってるみたいな、牛みたいなことしてるってことですか。そうそう。あと若いね。若い、お兄さんも若いね。タイプだ。タバスケビジジイ。漏れそうだな。漏れそう。すいません、ちょっと質問したいんですけれど、屋根のところにあるまん丸の、あ、杉玉です。杉玉、あれって何ですか。あれはね、新種ができた時に、はいはい、緑色のをあげるんですけど、新種だよっていう合図。そうなんですよ。知らなかった、ありがとうございます。あれでも本当そうだから、唾液を循環させてるってことですかね。たくさん歩いたり、カロリー消費の高い会話を繰り広げたので、こちらのお店で食事を取ることになりました。ミュージさんだって頑張れよ。はい、お待たせしました。美味しそう。本当すごい、すげえ豪華、ね、貴族のご飯。ゆっくりしたかったんじゃないの。いや、うん、遊びまくりたいです。もう頭おかしくなりますもん、あの仕事。誰か喋したいのに全然喋れないですよね。あ、もうそれぐらい忙しいってこと。へえ、ライン作業なんですよね。あ、めっちゃ美味しかったですね。もう女子トイレ入っちゃってびっくりした。ガチめの盗撮みたいな。いや、コーヒー飲んできますか。マジっすか、はい、やった。ちょうど飯食べた後で、うん、コーヒー飲みたいなって思ってたんですよ。やはりな。よかった、そう思いました。どうぞ。どうぞ。あのうまい。いや、お世話になりました。楽しかった。こっちも楽しかったっす。めっちゃ楽しかったっす、本当に。最高の一日だった。うわ、めっちゃ真っ暗になってますもん。すげえ話してたんだ。はい、はい、何ですか。また来てね。顔で別れ。シュールやし。撮影現場っていう。